皆さんこんにちは。高畑厚子さんの息子で俳優として活躍していた高畑裕太さん、バラエティ番組でも活躍をし、タレントとしても人気を集めていた最中、ある事件を起こしてしまいました。今回はそんな高畑裕太さんの生い立ちや経歴、活動休止につながった事件と現在についてお話しします。高畑裕太さんのプロフィール。本名高畑裕太、生年月日1993年9月13日、出身地東京都、身長181センチ、血液型 A 型、学歴桐朋学園芸術短期大学、所属事務所フリー。高畑裕太さんの経歴。高畑裕太さんは母親に女優の高畑厚子さん、父親に俳優の大谷亮介さんを持ち、イフ兄弟の姉で高畑琴美さんも女優として活動しています。実は女優の北川景子さんとも血縁関係にあります。お母様の厚子さんとお父様の大谷さんは結婚を前提に5年半にわたって事実婚の状態でしたが、結婚には至らず別れてしまいました。しかし事実婚生活の中で生まれた裕太さんのことは認知しているそうで、当時厚子さんは多忙すぎる日々を送っていましたが、どんなことがあっても産ませてくださいと周囲の関係者に話していたそうです。幼い頃の高畑さんは厚子さんの手を焼かせる子供だったそうで、今までに数々のエピソードが語られています。忘れ物が多かった高畑さんは毎日のように何かを忘れていたそうで、母親が忘れ物を届けに学校に向かう途中に高畑さんがコンビニで本を立ち読みしていたり、授業をサボってコンビニでアイスを食べたりしていたこともあったそうです。他にも母親が学校に行くついでにゴミ出しを高畑さんに頼むと、ランドセルを家に置いて学校へゴミを持っていたこともありました。小学生時代には帰り道で猫を追いかけて練馬から埼玉まで行ったり、学校に行かずに水中メガネをかけていき、1時間もお風呂に潜ったりと変わった子供だったそうです。実は高畑さんは4歳の頃、注意欠陥多動性障害と呼ばれる ADHD であると医師より診断を受けています。特徴として年齢に見合わない不注意さ、好きなこと以外に興味や関心を示さない多動性などが挙げられます。その後適切な治療を受けていなかったこともあって、成長するにつれて衝動的な行動が目立つようになりました。発達障害の特性として仕方のない一面はあったとしても、厚子さんにも少々行き過ぎたところがあったそうで、高畑さんが通う小学校は当時携帯電話を持っていくことが禁じられていましたが、高畑さんが持って行ったことが発覚したため、担任の先生が没収したところ、厚子さんはその没収していた期間の携帯料金を学校に請求したなど、いろいろなことがあったそうです。こういった厚子さんの態度が原因で担任の先生は鬱状態となり、代理の教師に変わったこともあったそうです。他にも厚子さんが出演する舞台の楽屋挨拶に行った際には、初対面の西田敏行さんに向かって、ただの知らないジジイと言い放ち、驚かせたこともあったようです。売れっ子になる直前で、暁星国際高校では野球部に所属し、部活に真剣に打ち込んでいたそうですが、高校3年生の進路を決める時期に母親が出演していた舞台欲望という名の電車を鑑賞し、感銘を受けたことがきっかけで役者を志すようになります。そして2012年に放送されたドラマ「アッコと僕らが生きた夏」にて俳優デビューを果たし、同年には母親の出身校でもある桐朋学園芸術短期大学に進学し、演劇について学びました。俳優デビューを果たした同年に金スマスペシャルの裕太がいた夏にて初主演を果たします。
そして2015年に連続テレビ小説マレへの出演が決定し、知名度を上げました。同年、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないに出演するなど、映画やドラマのオファーが数々舞い込むようになっていきます。俳優として人気が上昇していく中、天然キャラと評されてバラエティ番組に出演する機会も増えていきました。ぐるぐる99ではコーナーレギュラーに、クイズ番組ペケポンプラスにはレギュラー出演するなど、タレントとしても人気を得るようになります。また TBS スポーツ男子頂上決戦にも出演し、鍛えられた体と身体能力の高さで肉体派としても活躍し、芸能活動の幅を広げていきました。まさかの事件を、順調に俳優タレントとして活躍の場を広げていた高畑さんですが、2016年8月23日に映画青の帰り道の撮影で訪れていた群馬県前橋市内にあるビジネスホテルで40代の女性従業員に暴行をしたとして傷害容疑で逮捕されてしまいます。しかも逮捕の4日後には24時間テレビでパーソナリティを務める予定で、番組内のスペシャルドラマにも出演予定でした。そのためメインパーソナリティを務めたニュースの小山慶一郎さんが代役を担い、急遽撮り直しが行われたのです。逮捕から3日後、母親の厚子さんが謝罪会見を行いました。厚子さんは謝罪会見の際に、今後の高畑さんの芸能活動再開について聞かれると涙ながらに、あってはならないことだと思っていますとコメントしています。逮捕当時は大河ドラマ真田丸など撮影中の作品が数多くあり、この逮捕によっていくつもの作品が撮り直しやお蔵入りすることになりました。2016年9月に高畑さんと被害者側の間で示談が成立し不起訴となりましたが、同日に所属事務所の石井密造オフィスとのマネジメント契約が解除されました。ハニートラップの可能性も。芸能活動休止のきっかけとなったこの事件、女性の合意なく迫り暴行を加えたとされていますが、真相は異なり冤罪事件の可能性も噂されています。当初は高畑さんがフロントの女性にアメニティの歯ブラシを持ってきてほしいと伝え、部屋に引きずり込んだと報道されていましたが、実はフロントに高畑さんが行き、女性にアプローチをかけ、一緒にエレベーターに乗って部屋に向かった可能性が高く、高畑さんは合意の元だとされています。高畑さんの弁護士も保釈後に、部屋に歯ブラシを持ってくるようにと部屋から電話した事実はない、裁判になれば無実の可能性が高いと言っており、この事件はハニートラップだったのではと噂されていました。また事件発生時に通報したのが被害者女性の知人男性なのですが、週刊誌の報道によると男性は実は裏社会の関係者であり、不可解なことに事件発生から通報まで1時間しかなかったにもかかわらず、医師の診断書を手にしていたらしいです。さらにはこの男性、早い段階から慰謝料だと騒ぎ立てていたようで、高畑さんに脅迫めいたことを叫んでいたとも。他にも泊まっていたホテルの壁はテレビの音が聞こえるほど薄かったものの、隣の部屋に泊まっていた映画のスタッフたちにはトラブルのような音なんて聞こえなかったという証言もあったそうです。活動休止から芸能界復帰まで。2017年無期限で芸能活動休止中の高畑さんについて、週刊誌が遺品整理のアルバイトをしている様子を報じました。遺品回収とは、個人の遺品の整備や廃棄を代行する仕事で、とある業者が関東近郊で遺品回収の仕事をしていた際に、遺品を片付ける高畑さんの姿があったようで、当時はまだまだ気軽に外出できる状態ではなかったため、週に1回程度だったようです。なぜ遺品整理のアルバイトをしていたのかというと、以前厚子さんがテレビで遺品整理の存在を知り、
テレビ局に売り込んだことがあり、それをきっかけに遺品整理を題材にしたスペシャルドラマに出演したことがあります。そのドラマ制作の際にお世話になった会社がアルバイトをしていた会社ということのようです。その後はインドで数ヶ月間の放浪を経て、実家に住みながらもアルバイトや劇団の裏方として働いていたそうです。表舞台にも。そんな高畑さんですが、2019年に小劇場の舞台さよなら西子くんに出演し、3年ぶりに芸能活動を再開します。この舞台は元所属事務所の和田紀明さんが演出を務め、和田さんのワークショップに高畑さんが参加し、同舞台のオーディションを受けたところ、その演技力を評価され出演が決まったそうです。舞台初日には敦子さんも見に来ていたようです。舞台復帰以降、1年間ほど芸能活動をしていない状態が続きましたが、2020年8月に公式サイトを開設。それに伴い、ツイッターやインスタグラムなどの SNS アカウントも再開させています。高畑さんは、こうして家族や大切な友人と共に過ごしている毎日に日々感謝して、またゼロから舞台や映像、文化芸術の存続発展に努められるよう、自身の表現力の向上に邁進していきたい、と投稿しています。熱愛報道も。2019年、高畑さんはダンサーで振付師の菅原小春さんとの熱愛が報じられました。菅原さんは世界で活躍する有名なダンサーで、ナイキなどの世界的なブランドがスポンサーについています。熱愛報道を受け、菅原さんの事務所は、交際の事実はありません、と交際自体を否定。しかし、菅原さんの姉である歌手の縦島陽子さんのライブに2人で出かけるところが目撃されたり、交際を隠す素振りもなくデートをしていたようです。そんな2人ですが、熱愛報道の直後に破局してしまいました。問題を起こした高畑さんとの交際は、菅原さんの仕事に支障をきたすとして、菅原さんの事務所が別れさせたのではないかと言われています。いかがでしたか？人気俳優への階段を着実に上がっているタイミングで、世間を大騒ぎさせる事件を起こしてしまった高畑裕太さん。ハニートラップ疑惑などいろいろと不明な部分もありますが、少しずつ表舞台でも活動を始めているようです。芸能界への完全復帰は、事件が事件だけに世間が納得した時となってしまうのでしょうか。今後も注目です。